転車閉まってる。そろそろオープン。おはようございます。おはようございます。今日はどこまでですか？今日はパラダイス。まもなくオープン。まもなく函館ゴールドラインオープンします。混んでますね。今年も雪が少ないけど。 Hello. How are you? I'm fine, thank you. Good, great, see you. Yeah. おはようございます。間に合った。さすが。あともう少し。一番だね。今日はどこまで行くんですか？今日は一周。一周。函館一周。すごい。おはようございます。おはようございます。何したいんですか？滑りに行けない。悲しんでる人たちがいる。登って半日終わる。函館ゴールドラインを開通する人たちです。違うか、彼らが雪が恋しくて掘ってます。開通。イエーイ。あ、いや、いいっすね。おお。開通。無理だね。パラダイス。本当にパラダイス。あ、ちょっと出してるね、後ろで。近づきすぎだから。近づきすぎ。見せてください。こうこうこうぐちゃぐちゃ。エアマット。すごい。2020年、2020年の年のような天気で函館ゴールドラインが開通します。雪が少ないです。いつもより雪がない。なぜ？私たちが雪のことを大事に思ってないからじゃないかな。違うか。プラスチックもあるし、二酸化炭素もあるし。ああ、実際こんな壁初めて見た。まあ来年までは私たちがもっとこの地球に大事にすれば、もっといい雪降るでしょう。青森に確かに雪がいっぱいあるんだけど、その雪が溶けて平地なところに戻ってきて、そして美味しいリンゴとご飯私たちに帰ってきますよ。ここに雪がいっぱいあることは大切なことです。